今日はですね、狂気と王権から精神病の起源というそういうことを考えてみたいと思います。精神病というのは近代に始まったものではなく、それは人間の歴史とともに存在していたであろうという、そういうふうに、普通は考えるんですけれども、精神病に対しての考え方が、現在のようになったのはいつ頃からなのかというそういう話なんですよね。現在においてですね、精神疾患で、責任能力が問えないっていう、そういうふうな判断をされると、どんな罪を犯していても無罪という、そういうようなことになっていて、精神障害で、判断能力がですね著しく低下していると、罪が、減刑されるというそういうことになっているんですけれども、これですね、精神障害者のある種の特権っていうそういうわけではなくて、はっきり言ってしまえばですね、精神障害的なそういうような病気を持っている人が一人前として認められていないという、そういうようなことの結果であろうというふうに思われますね。まずですね、精神病院というものがいつ頃から現れたのかというとですね、これ18世紀1700年代の末、オランダであるというふうに言われていて、これですね、最初巨大刑務所として現れるんですよね。その巨大刑務所にはですね、犯罪者はもちろん、同性愛者であるとか、精神障害者であるとか、そういう人たちが収容されて、巨大刑務所というよりも巨大収容所っていう、そういうふうなことを言った方が正確であろうっていう、そういうふうな思われる施設が、1700年代の末にオランダに現れて、それがヨーロッパ各地に広がっていった、そういう経緯があって、その中から精神病院というものが分離していったっていう、そういうような過程があるんですよね。これフーコーの研究によって明らかになっているんですけれども、このようにですね、精神病というものは、それまではですね、あまりにひどいと、なんていうんですか、それはですね、なんとか対処しなければいけないんだけれども、おかしいぐらいでですね、他の人に迷惑をかけないっていう、そういうようなことであれば、村とかですね、町とかでその辺にですね、ほったらかしっていうわけじゃなく、みんなに許容されて、その精神病患者の人たち、知的障害も含めてですね、そういう人たちが、生活していたっていう、そういうような状況あって、そのようなことがですね、江戸時代であるとか、ヨーロッパの、近代以前であるとか、そういうふうな時期においてはそういうような状況が当たり前だったんだけれども、近代に入ってですね、精神病の人たちが徐々に隔離されるようになってくるっていう、そして一人前として認められないということで、そういう精神病患者もしくは知的障害者の人たちが罪を犯すとですね、責任能力が問題になるっていう、そういうようなことになっていくんですよね。江戸時代においては、そのような精神病患者、こういう人たちを乱心者っていうんですけれども、そういう人たちが何か罪を犯しても、普通の人と健常者と同じように、裁かれるっていう、そういうような時代だったんですけれども、日本もですね、明治15年にですね、そのような精神病患者、責任能力のないような精神病患者は罪を問わないっていう、そういうような法律が明治15年に制定されるようになって、ヨーロッパ諸国とですね、歩調を合わせていくんですけれども、なぜですね、この1800年代ですね、この時代にそのような精神病患者がある種の隔離されるようになってきたのかっていう、そういうことなんですけれども、これはですね、その社会の一体性っていうものがより要求されるようになってきたからではないかというふうに考えられますね。もうですね、帝国主義が始まりかけている時代であって、そういう時代にはですね、国の一体性っていう、そういうことが問われるわけで、例えばイギリスならイギリス、オランダならオランダの一体性っていう、そういうようなものが問われるわけで、犯罪者とかですね、同性愛者であるとか、私同性愛者が悪いとか、そういうようなことは思わないんですけれども、当時のヨーロッパは同性愛は良くないっていう、治安的に問題であるという、そういうふうに考えたんでしょうけれども、同性愛者であるとか、精神障害者であるとかっていう、そういうふうな人たちは、国家の一体性っていうものに対する、ある種の脅威であるっていう、
まあ、そういうようなことでそういう人たちを切り出してですね、良質な人たちと、まあ、当時のヨーロッパの 上層階級が考えていた上質な人たちだけで国家を形成するっていう、そういうふうな考え方、帝国主義的な考え方、自由主義的な考え方に基づいて巨大刑務所が現れ、まあ、精神病患者の人たちが、まあ、社会から隔離されるようになるっていう、そしてそういうふうな人たちが罪を犯しても罪を問われない、すなわち一人前とは認められないっていう、そういうふうな状況になってくるっていう、まあ、そういうような過程をとってですね、まあ、日本もまあ、50年か100年か遅れてですね、そういうようなこう、まあ、形を取っていくっていう、そういうことで具体的にですね、日本においてですね、精神病患者の罪を問わないっていう、そういうことが確立されるのはですね、まあ、かなり遅れるんですよね。明治15年にヨーロッパの法律を導入して、まあ、法律だけは導入するんですけれども、まあ、江戸時代的な慣習っていうものが残っていて、まあ精神病的な人が罪を犯してもですね、それは普通の健常者と同様に裁かれるべきだっていう、そういうようなこう、まあ、考え方思想がずっとあったんですけれども、これが一体いつまであったのかっていうとですね、実はこれ微妙な話で、例えばですね、まあ、大津事件っていうのがあるんですよね。まあ、明治24年に、まあロシアのですね、皇太子、日本に訪問してきてくれたに、ロシアの皇太子ニコライ、未来のニコライ2世なんですけれども、このニコライ2世を、まあ、津田三蔵っていう、まあ、巡査ですね、この人が、暗殺しようとしたと、実際にサーベルで切りかかって重傷を負わせたっていう、この大津事件なんですけれども、この津田三蔵ですね、まあ、精神的にかなり怪しいっていうふうに言われていたんですけれども、結局ですね、裁判になって無期懲役っていう、そして津田三蔵の精神鑑定っていうものは、ほとんど行われていないっていう、そういうようなことになっていますね。すなわち明治24年においては、まだですね、まあ、こう精神病患者っていう人たちにある種のこう人権が認められていたっていうとあれなんですけれども、この人たちをですね、まあ半人前以下であるっていう、そういうふうに考える考え方はまだこう浸透していないっていう、そういうことになりますよね。次ですね、大逆事件、江徳秋水の大逆事件がですね明治43年に起こるんですけれども、この明治43年に起こった大逆事件、天皇にですね、まあこう当時の明治天皇を暗殺しようという、そういうふうなこう、まあ、実際これは、まあ、冤罪だったんですけれども、そういうふうなこう冤罪を着せられて江徳秋水処刑されてしまうんですけれども、明治の末の大事件なんですけれども、ここにおいてですね、江徳秋水が、まあ、精神病である、頭がおかしいというそういうふうな議論は全くなかったっていう、まあ、江徳秋水ですからね。そういうようなことでこの大逆事件においてもこう江徳秋水が頭がおかしいというそういうような議論は全くなかったという、まあ、次がですね虎ノ門事件、これがですね大正12年に起こるんですよね。難波大輔っていう人がですね、まあ、後の昭和天皇、まあ、当時の昭和天皇っていうのは大正12年においては大正天皇の摂政をしていたっていう、大正天皇が、まあ、調子が悪いっていう、脳の調子が悪いっていう、そういう当時の新聞に出ていたんですけれども、まあ、こう調子が悪くてですね、その大正天皇の代わりに、まあ、政務を取っていたんですけれども、これをですね、まあ、知的機銃で暗殺しようとしたっていう、こういう事件があったんですよね、虎ノ門事件っていう。この虎ノ門事件において難波大輔は、自分は正常であると、まあ、正しい考え方に基づいて、まあこう皇太子をですね暗殺しようとしたっていう、そういうふうに主張したんですけれども、警察とかですね政府は、なんとかこの難波大輔が頭がおかしいことに してほしいみたいな、そういうことになったんですよね。まあ、ですから、まあ、頭がおかしい人が、天皇、まあ、当時皇太子ですよね、皇太子を暗殺しようとしたんだから、これはしょうがないと、まともな人がですね皇太子を暗殺しようとするはずがないっていう、このような考え方に基づいて難波大輔を、まあ、精神鑑定にかけるんですけれども、難波大輔は強硬に自分は正常であるという、そういうことを主張して結局難波大輔死刑になってしまうんですけれども、この、まあ、大正12年においては、まあ
なんとかですね、難波大輔が頭がおかしいっていう、そういうようなことに、しといた方がよりいいっていう、よりこう社会の一体性を保てるっていう、そういうふうに多くの人たち、政府だけではなくてですね、民間の多くの人たちも考えていたっていう、そういうようなことで、大逆事件の時は、高徳秋水などを切り捨てていけばいいっていう、そういうような考え方だったのに、もう明治の末から大正12年にかけて、社会のこう雰囲気っていうかですね、そういうものが変わってきているんですよね。まあ、すなわち大逆事件においてもですね、高徳秋水が頭がおかしいっていう、頭がおかしい人がやった、まあ、暗殺計画だから精神病院にぶち込んでおけばそれは、まあ、丸く収まるだろうという、そういうような考え方、本当はありえたと思うんですけれども、そういうふうな考え方を当時の社会は取らなかった、にもかかわらず、それからですね、13年後ですか、13年後の虎ノ門事件においては、難波大輔頭がおかしいことにして、それでですね、社会の一体性をより保っていこうという、そういうような考え方に転換しているっていう、そういうことになりますね。すなわち、これですね、この13年間の間により社会の一体性を、まあ、こうしっかり保つっていう、そういうようなこう重要性が認識されて、同時にその、まあ、その一体性を保つ方策っていうものが、よりですね、巧妙になっているっていう、そういうことになりますね。まあ、死刑にしてしまえばですね、それはもう後腐れはないんですけれども、かなりですね、社会的コストが高いっていう、そういうようなことで、まあ、その証明として高徳秋水が処刑されてしまったっていう、もう100年以上前の話なんですけれども、未だに言われるっていう、当時の明治政府何やってたんだっていう、未だに言われるわけで、このようにですね、死刑にしてしまうとコストが高いので、まあ、これをですね、頭がおかしいことにしてしまえばコストが安く、一体性を維持できるっていう、そういうふうなこう考え方にですね、まあ、転換していったのが、まあ、大体明治の末から、大正にかけてであるっていうふうに考えられますね。すなわち、精神病患者の、まあ、知的障害も含めてですね、そういう人たちの、まあ、人権っていうものが、まあ、徹底的に無視され始めたのがですね、まあ、今から100年ほど前からである、日本においてはですね、100年ほど前からであるという、そういうようなことになりますね。最近ですね、小山田なんとかっていう人が、音楽家らしいんですけれども、この人が過去のいじめを自慢げに語っていたということがすっぱ抜かれて、なんかこうスキャンダルになっているらしいんですけれども、彼の考えの基本っていうのはですね、すなわち知的障害の人たちは半人前以下の人間なんだから、何をされてもしょうがないっていう、そういうような考え方が、まあ、かつてあったであろうというふうに思われるんですけれども、そのような考え方はですね、彼独自にこう、まあ、体得したっていう、そういうようなものではなくて、まあ、時代の雰囲気っていうかですね、100年ぐらい続く時代の雰囲気、そういうような精神病患者っていう、知的障害っていうのは半人前以下であるっていう、そういうような考え方、まあ、こう大正の初め頃からそういうような考え方始まったんですけれども、そういうような歴史の流れの中にあるっていう、そういうふうに思われますね。そして現在の日本においては、まあ、そのようないじめっていうのはほとんど許されないような、そういうような時代になっているんですけれども、これはですね、精神病っていう、そういうふうなものが、まあ、誰にでも起こる、まあこうまあ、状況であるっていう、まあ、そういうようなことが認識され始めて、そのようなですね、精神病の人たちをですね、まあ、こう半人前以下であるっていう、そういうような考え方っていうのは、まあ、かなりですね、淘汰されてきているっていう、その代わり精神病患者っていうのが、まあ、何か犯罪を犯してもですね、簡単に無罪とかですね、減刑してはいけないっていう、そういうような考え方、こう、まあ、こうコインの裏表みたいな、そういうような考え方なんですけれども、まあ、そういうことが現れてきているという、そういうようなことだろうというふうに思いますね。まあ、トータルで考えて、近代というものがですね、盛り上がってくるときは、より、まあ、国家の一体性というものが必要とされるので、そういうふうな精神病という、知的障害という人は切り捨てられやすくなるし、近代というものが、まあ、成熟してですね、まあ、黄昏に近づいていくときにはですね、一体性というものがあまり必要とされないという状況になるので、まあ、知的障害、精神病という人たちも囲い込んでいこうという、そういうふうな社会になっていっているんだろうという、まあ、そういうふうなことだろうと私は思いますね。今日はですね、精神病の起源という、そういうふうなことから、
まあ、知的障害の人たちとか、まあ、精神病のそういうふうな人たちが罪を犯しても、まあ、なぜ減刑されたり、まあ、無罪になったりするのかっていう、そういうふうなことの起源について考えてみました。今日の動画は以上になります。